さて、ここからはゲストをお招きして注目テーマについてじっくり深掘りしていきたいと思います。それでは本日のゲストをご紹介します。日生基礎研究所の日、政府株式ストラテジスト井出慎吾さんです。井出さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、井出さんと深掘りしていく。本日のテーマはこちらになります。日本株には十分な伸びしろありと。と あの視聴者の皆さんもしかすると井出さんって結構慎重な人なんじゃないかなという見方をしてる人って結構いたりするかもしれない、まあ、それは正しいんだろうけれども伸びしろあありりまますすか十分よもちろんあの目先ということじゃなくてもう来年再来年って、ね、少し長い目で見た話ですけれどもさすがに、ね、やっぱ今年3万3千7七百円ぐらいまでいったんでしたっけね7月にその後伸び悩んでいてちょっとやっぱ日本株よりまたアメリカ株の方がいいかなとかねうん、うん、いろいろこう移り切りになりかけてる方もいらっしゃると思うんですけど長い目 で見れば日経平均がその史上最高値3万8915円でしたっけ。えー、砂漠以降、砂漠以降超えるのは。 まあ来年再来年は難しくてもその次ぐらい、うん、2026年から27年には超えるでしょうしそのぐらいの時間軸で私は見ています長い目でねこれあとで話聞くと思いますけど来年になると本当新 n さんもこうやってスタートしてすしそう,です、ね、そういう時に本当にいい形でこう右肩上がりにいってくれると、はい、いいところですよねえあの一本調子で上がることはないですけれどもうん、うん、新 n さんみたいに、ね、あの長い期間かけて資産を育てる上で 日本株も,もう決して捨てたもんじゃないですしむしろ資産の一部持ってた方がいいと。 いいいうぐらいに私は思っていますな,、まあ、なぜそう考えるかというのをこれからお話ししていくわけですけどもあの今日おそらくポイント2つあるとお,、はい、あのお聞きできると思うんですけどまず1つ目、やっぱりこの時期ですから中間決算です、ね、そうですすねそう業績ですね、はい、どういうふうに見てますかえあの極めて好調ですよね、えーと、先週金曜日までに最新の見通しを発表した企業トピックス、構成メーカーのうち2月決算と3月決算ですね、会社数でいうと約750社。 ですについて、えー、純利益の予想を集計するとこれ会社予想ですね。ね会社予想で 前期比、昨年度と比べて8.3%の増益予想となっています。これ、市場予想、いわゆるアナリストの予想だともう少し高くて11.1%と2桁増益が見込まれているということですね。一般的に会社予想ってちょっと保守的ですからまだ残り半年ありますのでね少し出し惜しみって言ったら変ですけど慎重な数字出てるでしょうから最終的に3月末の着地はうまくいけば2桁乗るんじゃないかと。 というふうに思っています。なるほど。もうちょっとそこのところ、こう詳しくこう分析してみていただけますでしょうか。はい、そうですね。あの背景にあるのは。まあ、なんといっても、やっぱり円安ですよね。輸出関連の企業にとっては。円安がこう利益をかさ上げすることになりますし。うん、あとは、やっぱりね、この業種別に、この増益率、予想増益率が高い。ものを拾うと、こうなるんですけど。目立つのが、これですね。自動車。 やっぱりこの予想利益の額もででかいですねえこれ、えっと、億円単位ですから7兆円超えるという予想になってますで増益率も53%と非常に高いこれはあの背景にあるのは自動車生産額 急回復したんですよね。今年の年明けからはいはい半導体不足で生産できない,いなのが、うんううはい、一昨年の夏から秋にかけて自動車を全く作れなくなったのが去年も結局回復せずに終わってしまって今年の年明けから急回復しています。 で自動車メーカーがそのサプライチェーンを柔軟化したり、ね、強化したりという,いうメーカー側の努力もありますしあとは去年の中頃から半導体不況になりましたので、はい、それで自動車業界に半導体が回るようになってきたといろんな側面がありますねで、えー、とあとは、えー、やっぱ経済の再開と,あとは値上げの効果これが大きいと思っています。え経済再開については、ね、例えば あの森田さんもね新幹線とか飛行機乗るとものすすごい混んでますよね新幹線なんか3人掛けの真ん中しか空いてないみたいなことああああありりりりりままままませんすすすす本当そんな状態ですしもちろんインバウンドのおかげっていうのもありますしねもう1つ、値上げ特にこの食料品のところに表れているんですけどもあの経済再開で宴会需要が戻ってきたとかね そういう効果ももちろんありますしあとはやっぱ値上げです例えば去年の10月って何千品目6000品目だなとか7000品目確か値上げがあったと思うんですがその去年の10月の値上げというのは会社側の決算では下半期にしか計上できなかったわけですよあああ当たり前ですからそこまでは10月までは9月まではそのままいっていたわけです、ね。そそうですそうでですす、うん、ところが今年度は もう年度初めから12か月フルに値上げの効果がすするわけですよああ高い商品を売れてるわけですね、はいで。しかも今年に入ってからも一定程度の値上げはしていますしそれこそ、ね、企業ごとにやっぱ値上げのタイミングって違うんですよね。 あのいわゆる価格支配力もしくはブランド力が高い企業が最初に値上げするんです。ファーストペンギンって言われるやつですね。はい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 。<で>最初に水に飛び込む。はい。で業界でのこうなんですかね中位ぐらいの企業っていうのは。 あ,あの会社が値上げしても大丈夫だったからじゃあうちも値上げしよう、ね、ついつい値上げっていうのがあるわけですよね、うん、だからこともあ,のある程度値上げが続いているのはそういう背景もありますなので業種全体でいうと今年値上げの効果っていうのは相当出ていると,あるということですね、はい、もうちょっともう一回整理してみましょうか当然のことですけれどもここのところでいろいろ挽回生産こう経済も再開してくるあその前に円安効果っていうのもあります輸出関連なんかはそうですころ。 これでいろいろなもの人流とかも回復してきたり、はい、そういうこともあるしそれとあと忘れちゃいけない値上げの浸透効果と、はい、いうのがあってここに挙げてるような5セクターというのはみんなこれだけの増益率が、ね、増益率30から50ってものすごい増益ですよね、うん、なるほど、うん、一方でですね。ね カットしないところってないんですかえ。もちろんあります。あの現役見通しの業種企業もたくさんありまして、なんとなくやっぱ素材関連が厳しいかなっていう感じがしますよね。あと、あのエネルギー関連も厳しいです。あのエネルギー関連でも電力は絶好調なんですけど、これそれこそ値上げの影響でなんですけどねその山工業なんかはちょっと厳しいですね。あと、海運はもう市況が。 もうかなり崩れてしまったので。あ,あれだけどね。はい。あのコンテナ。の。上昇っていうのも。まあ。一服しちゃいます。そうですね。ええ。 まあ、海運は去年が良すぎたというその反動とも言えますけれども今年はちょっと厳しいですねこんな感じです、はい、まあこういうようなところがあったりするということですね、はい、今、決算もあの山場越そうとしてますけれども、えー、どうなんでしょうね、こうマーケット当然のことですけどある程度期待というのはあってそれでこう決算とかこう発表されたりしてるんだろうと思います予想、はい、なんかも出たりしてるんだろうと思いますけど井出さんから見てどういうふうに評価されたりしますか。ら言うとこのう、ね、のこののの市場 期待とですね、こういう出方とか、うん、そういうような感じとかでいうと、はい、あのー、今回の決算でまあ個別ではね、まちまちでいろいろありますけれども、うん、市場全体としてはまあほぼ期待通り、ほぼ期待通り、うん、もしくは期待をちょっと上回るかなぐらいの感じだと思います。えつまり今年の夏場にですね、株価結構上がった時点で、りました上がりました。上がりましてね、三万二千円台、三千円台ってうん、うん、あの時点でですね、うん、あもう今年業績いいよね。 円安も進んでいたし何といってもアメリカの景気が 好調だったじゃないですか。予想外に、予想以上に、予,予想外にですね。うん、いいですよね。うん、ああいうのを受けて市場でもあこれは日本企業業績いいぞっていうのを相当織り込んでいた。9月の時点でおそらくそうですね。うんうん、ざっくり言うともう7割から8割方は織り込んでいたんだと思うんですよね。その業績好調というのをマーケットがですね。その通りです。うん、なのでまあ今回実際にいい数字が出てきたんだけれども市場全体としては今日もね3万2500円台。 まだちょっと何て言うんですかね市場の雰囲気としては決して悪くはないんだけれども先ほどね最初にグラフをお見せしたように本当に2桁増益になるのかどうかもう少し時間をかけて吟味してみないことにはここから先買い進むのは ちょっとまだ早すぎるるかなななないうそんん感じなんでしょうねなるほど,なるほど、まあ、先ほど、こうやってまあ個別それぞれの事情ありみたいなこともおっしゃいましたけれども全体としてどうだということではなくて今はちょっとその意味から言うと個別をこう精査しながらあの市場が評価していくというタイミングなんですか、ね、あまさにそうですねあのまだ中間決算今週もまだ少し残っていますし先週までに発表された銘柄の中でも,もうまだ織り込みきっていない銘柄というのはたくさんあると思うんですよね。なでこれから少し外部 要因とこう両にみしながら個別の株価をこう適正なところに織り込んでいくという時間帯になると思います。といのここまでお業績の話をお話しいただきましたけど日本市場への十分な日本株への十分な伸びしろというときにもう一つポイントがあるというふうに井出さんおっしゃっているのはい、これなんですか 姿勢を変えてきてきるるうのすすごく感じるんですよね例えば先ほどこの食品で値上げっていう話しましたけどもうん、うん、これもね一昔前だったら去年一昨年だったら単純な値上げが多かったもしくはステルス値上げっていうのがね なるほどいっぱいありましたけどあありましたありままししたたね今ねいやもうメーカーに限らずサービス業もみんなねやっぱ商品とかサービスの付加価値を高めてそれで単価を上げるって、うん、マクドナルドなんか典型的だと思うんですけどそういうことに取り組み始めましたよね。それと同時にあとあの日本取引所グループが経営改善要請をしましたね、今年の3月末でした。っ 今回の中間決算と同じぐらいのタイミングでやっぱ経営改善の具体的な取り組み内容を開示する企業というのが着実に増えてきているんですよね。でこのグラフは10月中に経営改善計画を発表した銘柄について横軸が発表直前の PBR、はい、左に行くほどまあ PBR が低かったとというこですねその後11月2日終値までの株価騰落率を発表公表後ですね公表後の株価の騰落率を出すと見事にこういう関係があるんですよやっぱり PBR が低かった銘柄ほど株価も大きく上がったと中には大規模な自社株買いを発表して PBR が一気に上がったっていう企業もあるんですけれどもあの 自社株買いなんか全然発表してなくて、まあ、株主還元も強化しますっていうのを経営計画の3番目とか4番目にもちろん書いてはあるんですが、うん、メインに掲げているのは高い水準の ROE を維持しますっていうことを主,、はい、主要な計画としてるんですでうん、うん、つまりその企業ってどういうことかっていうと今までも、ね、ROE が2桁あったんですうん、うん、すごい高いんですよ。ですけど時価総額が小さくて みんなに知られてなかったんです、ね。なるほど。特に機関投資家が、投資対象にしなかったとかね。うん,う,んう,んうん。うん。そういう理由で割安に放置されていた銘柄、この辺りですね。 な,なんていうのがその計画を発表した直後から株価が上がってもう8ぐらい上がったりしてるんですな JPX あるいは東証の公表というのがいろいろ今ものすごく注目されてますよね、はい、そこでそういうような取り組みとかあここまで ROE 持っている会社なんだとかいうところが、はい。 気づかれるようなケースとか出て出始めているいのその通りなんです。そうなんです。まさにその会社側がそういった計画を発表したことで、うん、それがカタリストになったわけですね。<ー>きっかけになって、それであの投資家があの適正に評価するようになった。だからね、PBR1 倍割れがいけないって言われるんですけれども、うん、そのね私が考えるには PBR1 倍割れの中には二通りあって、一、はい、つはもう本当の 安かろう悪かろろうう悪ですよね失礼ながら経営内容がダメだから <laughs>、ね、結果として PGR も解散価値いかないっていう、うんまあ、いわゆる割安割安じゃなくて割安っていう銘柄と先ほどお話ししたよう、ね、にこの辺のような実は中身はいいんだけども割安に放置されているだけ知られていないだけっていう銘柄もたくさんあるんですよね。だかかららこれから あのまたこれからね年末もしくは年明け以降も経営改善計画を発表する企業っていうのは次々出てくると思うんです。まあそうですね。東証はこれから本当あの年明けからは毎月更新とかいろいろ出てくるんですね。はい、そうなんです。<ー>あの東証が今のところを予定しているのだと、えー、この改善計画を開示している企業の一覧表を作るとてる、うん、で公表すると、うんうん、来年一月から。うんうん ですそうなるとこの一覧表に載っていない企業っていうのはやる気がないかやるできる力がないかどっちかっていうふうに見なななされかねねいですよ、ね、なるほど、まあ、あの意思も能力もあるけど投資の要請なんか知ったこっちゃないっていうそういう、まあ、アウトロー的な企業ももちろん中にはあるかもしれませんけどでも市場としては一覧表に載っていない企業はひとまず投資対象から外そうとかね。 そういう動きも出てくるかもしれない、うん、今こういうプライム企業って言われる企業いっぱいありますけれども、はい、そういう中では本当に玉く赤根香であるというのがもう浮かび上がっちゃうわけです、ね、そうなんです玉もいっぱいあるんですよ PBR 一倍割れの中には、うん、だその玉を 投資家も丁寧に拾っていくというのがすごく投資妙味がありますし企業側もいやうちは石じゃなくて玉なんですよ玉なんですよ磨けば光る玉なんですよということを企業側も積極的にアピールしていくいいきっかけになると思うんですよね先ほど本当に伊手さんおっしゃったようにこういう例えば ROI、e、はすごく高いんだけれども小さい会社でなかなか気づかれていない貼ったような銘柄そういうのも日本の中にはいっぱいあるわけですす でそういうのをこういう気づくきっかけにも。 こういうあの,当初の経改善要請みたいいいなななのはっっててくくるるとととうこにすね思ま取引所がそこまで民間に、ね、あの踏み込むのは不適切だという意見もありますけれどもでもこういうことがないとなかなか企業側も、ね、じゃあ何をしたらいいんだってなかなか難しいですからとにかくその収益力を高めるだとか今すでに収益力高いんだったらそれをきちんとアピールしていくですとかねもしくは IR 投資家との対話っていうのを進めて株主資本コストを下げ とかいろんな方法がありますのでそういったことを企業任せにしないで投資家側もきちんと。 適正に評価していくっていくう姿勢が求められるんでまあ残り2分ぐらいありますので、うん、せっかくなのでですね、はい、まあちょっと井出さんは大体こういろいろ慎重だなと思ったりしていたんですけれども、はい、でもおっしゃる通りこり長期で見るといろいろここから魅力のあるような会社ってもいっぱい出てくるまあ来年ねあのこれ1月からはですね新人差が始まるわけですよ、はい、そういうところを挟んでここからマーケットがどういう展開を想定されるかあるいはどうなってほしいなと思うと、ねあのまあ、想定っていう意味 い意ででは外と高値圏維持しちゃうかもしれないんですけど私がイメージしている理想は年末から年明けぐらいに1回3万円割れぐらいまで下がると今よりも10%近く1回下がって、うん、それも明らかに割安な水準ですから、うん、そこで新 NISA スタートそうするとそうするともうすでに投資し,している方経験者の方だけじゃなくて新 NISA に合わせて初心者の人も入ってきますよね。はい でその初,初心者の人たちも含めて例えば来年の春の時点で全員含み益みたいなねこれが、ね、できたら私はもう本当にいいいなと思ってんですよいきなり成功体験からうう新しく入ってこられた方々もういう、はい、あの特に初心者の方たちはやっぱり怖いと思うんですね。含み損とかって嫌だと思うんですけどでもそれがいきなり3か月経ってみたらあ儲かってるじゃんと。 ね、金利よりも銀行委託よりずっと増えてるじゃんとあこれは新ニーサ始めてみてよかったって、ね、多くの人がそういう状況になってくれたらじゃあこの新ニーサ続けよう何なら少し増額しようかって。 動きも出てくるでしょうからでそうやってこうマーケットに入ってこられた投資家にとっても報いられるほどの日本株へのポテンシャルというのは十分あるよというのがうう今日のお話のわけですね。はい、目先、ボラティリティ高い状態続きますけれども,もう少,し少し長い目で見れば日本日経平均もトピックスも、まあ、緩やかな上昇基調だよねということだと思います。ということを楽しみに、はい、ちょっとここから年末あるいは2024年に向けて、うん、迎えたいと思います。はい 今日はここまで日清基礎研究所のチーフ株式ストラテジスト井出信吾さんにお話を伺いました井出さん今日はここまでどうもありがとうございましたありがとうございました一旦お知らせです